皆さんこんにちは。柏市議会議員選挙に立候補しました37歳農業党渡辺邦弘でございます。今回の柏の市議会議員選挙、ぜひ私渡辺邦弘に皆様の一票よろしくお願いいたします。政治家を志したきっかけなんですが、今まで私選挙があるたびにずっと選挙に行ってました。しかし今までの政治家さんたち、選挙の時はもっともらしいことを訴え、しかし選挙が終わるとその後の議員活動が全く見えてきませんでした。このネットの時代、発信力を生かしてこれから市政のことだったり日常のこと、私は発信していきます。共に柏市政を見に行きましょう。8月6日柏市議会議員選挙、ぜひ渡辺邦弘に皆様の一票よろしくお願いいたします。以上、農業党の渡辺でした。